テンポ B の田島です。ロードサイドテンポがどのように誕生して、そしてどうやって現在のロードサイドテンポになったのか、地主さんと話をしていたり、同業の人と話をしているときに、こういう話になることが時々あります。そもそも日本でどの店舗がロードサイドテンポ1号店っていうのもはっきりしていません。で、私が前に勤めていた会社の大先輩から聞いた話では、大阪万博の後にできた、ケンタッキーフライドチキンの店舗がロードサイド店舗第1号だというような話を聞いたこともあります。ですが答えは定かではありません。今日はロードサイド店舗がどのようにして生まれて、そして今どのようになったかっていうのを年代順に見ていきたいと思います。1970年代に多くのロードサイドチェーン店舗が誕生します。1970年にスカイラーク、現在のガストです。1974年に洋服の青山、同じく1974年にオートバックス、1977年に靴の千代田のチェーン店が生まれます。で、一方で、住宅メーカーの大和ハウス工業が、最初は8人のメンバーで、大阪の商店街を回って、外食のテナントに、土地情報を持ち込む、こういうシステムが生まれました。その8人のうちのリーダーだった人が、私の仕事の上での師匠 で、私が大和ハウスを退職して、店舗 B を作ってからも、ずっと指導してもらっていました。で、それから外食店舗だけでなく、物販店舗や配送センターの出店情報をもとに、逆に地主さんの方に店舗建築の提案営業をする、この形を考えた、8人のうちのリーダーだった人が、ロードサイド店舗を作ったということになると私は思います。1974年に大規模小売店舗法、いわゆる代店法が生まれます。もともとはスーパーマーケットと、地元の商店街を調整するものでしたが、この法律のおかげで、売り場面積が500平米未満でないと、物販店舗はほぼ出店できないということになります。で、この後ずっと日本ではロードサイド店舗の、中型以上の物販店舗が出店できない時代が続きます。で、1980年代になるとメガネのミキなども出店を始め、ロードサイド店舗の出店ラッシュが続けます。で、1989年に私がダイオハウス工業株式会社に入社します。当時はバブル景気の真っ最中でした。で、そして入社して、初めてロードサイド店舗っていう言葉を知ることになります。それまでは私はロードサイド店舗っていうのは何かも知りませんでした。この頃はロードサイド店舗を提案して、建築するっていうことを組織的にやっている会社っていうのは、ダイオハウス以外にはありませんでした。つまり、競合相手がいない、こんな状態でした。1986年の末から1991年の2月までが、バブル景気と、今では言われていますが、バブルが弾けてから、バブルっていう名前が付けられたので、当時働いている者からすると、今がバブルとは気づいていません。で、そして1991年にバブル崩壊となります。1992年に借地借家法が施行されます。そして事業用定期借地が誕生します。で、もともとバブルの地価高騰対策で作られた法律なんですけど、バブルが弾けた後に実施されることになります。で、1995年に阪神大震災がありました。この時に検査済証がないと改装工事が行えないということが大きな問題になり、これ以降検査済証の取得率が大幅にアップします。逆に言うと、これ以前のロードサイド店舗で検査済証を取得していない物件が多くて、居抜き店舗で用途変更ができないという問題が今でも起こっています。1998年に冬季名古屋オリンピックがありました。感覚的には、この年度ぐらいまでバブル崩壊後も、もう一度バブルが起こると多くの人が思っていたように思います。結果的にはそれ以降バブルというものは起こっていません。で、2000年に代店立地法が施行されます。そして、ようやく代店法が廃止になりました。で、これ以降から、やっと店舗面積150坪以上の店舗が出店できるようになります。
まあ、今では、まあ、スーパーやドラッグストアなど、まあ、150坪以上の店舗っていうのは当たり前なんですけど、この大店舗が廃止になるまでは、まあ、一般的には建築することができませんでした。まあ、ですからショッピングモールが誕生するのもこれ以降です。まあ、2000年に私はダイオハウス工業を退社して、まあ、株式会社 TSP、まあ、今の株式会社店舗 B を設立しました。まあ、いろいろと、まあ、会社を辞めた理由を聞かれるんですけど、まあ、一言で言うと、まあ、ロードサイド店舗には大変興味があったんですけど、まあ、事業用定期借地や居抜き物件の店舗をやりたかった。まあ、店舗建築を受注することに、まあ、囚われたくなかったということになります。で、2000年から2005年ぐらいまでは、まあ、焼肉牛角や前で大きに食堂などの、まあ、フランチャイズシステムを利用した外食店舗が多く出展されます。まあ、そして2008年に改正借地借家法が施行されます。まあ、これによって、まあ、今まで事業用定期借地の契約期間が10年から20年だったのが、まあ、10年から50年っていう風になります。2010年頃からステーキの剣っていうステーキレストランが一気に出店加速をします。まあ、この店舗は、まあ、今はもうなくなっています。このステーキの剣がロードサイド店舗に与えた影響っていうのがすごく大きくて、まあ、猪木店舗に出店するっていう方法を編み出しました。今となっては、まあ、猪木店舗に出店するなんて、まあ、誰でも思いつく考え方だと思うんですけど、でまさにコロンブスの卵のようなもので、まあ、それまでは、まあ、ロードサイド店舗に出店しようとするテナントは、まあ、田んぼや駐車場を探して、まあ、新築の店舗を地主さんに建築してもらう。まあ、そのために何千万と建設協力金を委託しなければ、まあ、ロードサイドに出店することができないと考えられていました。まあ、家主さんの方もロードサイドのテナントが退店すれば、まあ、解体して新しく建て替えるのが常識だと考えていました。でそれが世紀の剣の登場以来居抜店舗ということで再活用することになります。で2011年に東日本大震災が起こり、2012年にアベノミクスが始まります。2010年頃からコンビニの出店数が再加速して2012年に5万店を突破します。2018年までこのコンビニの出店ラッシュっていうのが続きます。2019年になってコンビニの大量閉店があり、2020年に新型コロナということになります。ファミレスの大量閉店があり、巣ごもり需要、生活様式の変化があって、ドラッグストアが大躍進をするようになって、まあ、今になっています。まあ、ロードサイド店舗が誕生して50年と少しです。でそして私がロードサイド店舗の仕事を始めて、まあ、35年が経ちました。まあ、長い間ロードサイド店舗に関わってきたなとも思います。まあ、その間、まあ、海外、まあ、特にアメリカのロードサイド店舗が、まあ、日本のロードサイド店舗に与える影響が大きいので、まあ、よく視察にも行きました。で、ロードサイド店舗を、まあ、新築しようとする地主さんから、まあ、多く質問されるのが、まあ、20年後も継続している店舗は何ですかっていうことなんですけど、まあ、自分がロードサイド店舗に関わったこの35年間の間で、まあ、予想もしなかった出来事だらけで、まあ、20年後に、まあ、どの店舗が繁盛しているかっていう予測は全くできません。まあ、ただ言えるのは、まあ、業種は予測できないんですけど、まあ、建築した店舗っていうのは20年後も残っているので、まあ、多くのテナントが使いやすい店舗を建築することが大切だと思っています。これからもこの動画では、まあ、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。